こんにちは、フジテレビアナウンサーの山崎ゆきです。今日は皆さんに私のお気に入りのコーディネート5パターンご紹介しようと思います。162センチです。骨格は最近調べたんですけど、ウェーブ体型というもので下半身に結構ボリュームがありますので、それを隠すような服を着ることが多いです。で、まず1着目こちらです。こちらは女子会コーディネートです。今日のように本当にモノトーンの場合はバッグも黒と白どっちでも合うんですけど、春なので白にします。お友達とよくアフタヌーンティー行くんですよ。たまにはホテルに行ったりもするんですけど、なので私の中で女子会は一番おしゃれをするコーディネートです。シャツとあとマーメイドスカートっていうんですかね、最近流行ってて裾がヒラヒラしてるんですよね。で、私割とその下半身にボリュームがあるので A ラインのスカート履くことが多いんですけど、上にボリュームがあるときは下もボリュームがあるとちょっと大変なことになっちゃうので、割とタイトめなスカートがいいんですけど、ちょっとヒラヒラさせたいな、あんまりタイトだとちょっと下半身のボリュームが目立っちゃうので、タイトさもありつつふんわりしているマーメイドスカートが大好きです。可愛くないですか。このシャツもすごくお気に入りで、ウエストをねこういう風に縛ってるんですよ。でこれ外せて、外すと普通のシャツだから、例えば下半身がこうキュッとスリムな方はこういうボリュームのあるブラウスにタイトなジーンズとかパンツとか合わせてもいいと思うんですけど、私は下半身をふわっとさせたいのでこうやってウエストをキュッとマークして着てます。で袖もねこういう風にボタンになってて、袖のこう絞り方を2段階変えられるんですよ。だからなかったらもうちょっとふんわりするんですけど、結構ボリュームのあるシャツなので締めるところは締めたいなと思って、私は一番こうキュッと締まるところまでボタンを締めてます。こちら見えますか。このイヤリング結構大ぶりなんですけど最近買いました。何の柄なんだろう。私結構こう繊細な柄が好きで、大きいんですけど結構繊細なデザインが気に入ってます。この指輪は夫に買ってもらったんですけど、ホワイトゴールドとピンクゴールドを重ね付けしてます。とってもお気に入りで毎日つけてます。これしかつけてません。あと合わせたのはブーツです。春っぽい色のブーツなのでまだ履けるかなと思って、冬も履いてたんですけどまだまだ春先も活躍しそうです。女子会なので他の女子に負けないようにヒールです。続いてはこちらです。このテーマは夫と久しぶりのデートです。おめかししてみました。このワンピースすごく気に入ってて、綺麗な花柄になっててちょっとねだからセクシーさもあるんですよ、ここまで透けてるから。いや夫気づくかな自己満かもしれないんですけど、でこうなんかこう手の甲のあたりまでこう可愛らしいデザインが入ってて、手をね綺麗に見せてくれるデザインだなって私は思ってるんですよ。ラインが体に沿うようなラインで、足元だけふわっとマーメイドラインになってます。程よくタイトカバーしてくれるんですけど、とっても女性らしいシルエットで気に入っています。夫とデートなのでバッグもちょっとかっちりした、やっぱりこのシンプルなバッグが私好きで、もう5年ぐらい持ってるかな。雨の日持たないとか結構私徹底してるんで、このツヤ感が維持できてて何にでも合うんですよ。こういうねドレッシーな服にもカジュアルな服にもきっと着物にも合うと思います。で靴はエナメルの
フラットシューズです。まあデートって結構買い物行ったりとか歩き回ることも多いじゃないですか。なので疲れたって夫に言わないように歩き回れるフラットシューズでも、きちんと感のあるこのエナメルのレースアップシューズがね大好きで、イヤリングはゴールドのパールのイヤリングです。もうとことんこのデートの日はクラシックに行きたいと思います。結構ね、私モードとかクラシックとかそういうのが好きなんですよね。髪型が本当にシンプルじゃないですか。デートの時はなるべく服だけは女性らしさをちゃんと出すようにしてるんですけど、綺麗めすぎると逆に髪型が浮いちゃうので、綺麗なんだけどちょっと可愛らしさがあるような服を着ることが多いです。髪型でね、私ほとんど見えないんですけど、チラッと見えますかね。はい、クラシックなお洋服で夫とデートです。どうでしょうか。続いては近所のスーパーにお買い物コーディネートです。ワンピース大好きなんです。でこのワンピース何がいいかって、めちゃめちゃ伸びるんですよ。ほらとか、ほらほらほら、すっごい伸びるので、絶対シワにならないんですよ。だからお買い物行くのってめんどくさいじゃないですか、毎日スーパーに。だからこういうのバサってきて絶対シワにならなくて、洗濯機にネットにも入れずにガーって洗濯できるワンピースがこれなんですよ。で近所のスーパーにお買い物なので、ド派手なエコバッグです。じゃーん、可愛くないですかこれ。もう知ってる人は知っている、ハワイのスーパーマーケット。あの、私海外のスーパーマーケットでエコバッグ買うのが好きなんですよ。なので海外旅行に行くと結構買ったり、お土産にあの友人にも買ったりします。すっごくしっかりしてて、これどんだけ荷物入れても絶対へたらない、この丈夫な持ち手、すごいでしょ。靴もローファーなんですけど、突っかけローファーっていうのかな、ツーウェイで履けるんですよ。きちんとした場所に行くときはかかと入れて履くんですけど、スーパーに行くときはザッて、あ、靴下もすごくないですかこれ。素足で履いてると思いましたよね、きっと。こんなに短い靴下あるんですよ最近。スーパー行くよって時にバッて来て、バッて持ってサッて履いてすぐスーパー行きます。コーディネートです。なのでイヤリングはもちろんつけません。ネックレスはね、結構胸元が空いてるのでつけることも多いんですけど、ネックレスはこれはもうね13年つけてます。あの入社前にお世話になっている方から就職祝いということでいただいてから13年間、私ね全然アクセサリーとかなくさないので大切につけてます。シンプルなのでどの服装にも合うので気に入ってます。これぐらいですかね、スーパー行く時のおしゃれは。とにかくもう効率重視ですからね、パッパッパーっていうコーディネートです。続いては通勤コーディネートです。はい、パンツ履いてきましたよ。パンツ、ジーンズ、私あのジーンズあんまり履かないので、これ私が持っている唯一のジーンズなんです。すっごく変わったデザイン、これ。あのね、こう2枚ジーンズを履いてる感じっていうのかな、それがこうペローンってなってるので、すごく重いんですよこのジーンズ。2枚分あるのかな。でこのパンツ、すっごくたくさん付属品があって、あのこれわかります、ほらクリーニングの
タグみたいなのがついてて、これブランドのロゴが入ってるんですよ。だけどこれ見た人 100% あのゆきさんクリーニングのタグがついてますってもう 100% 言われるんですよ。あのお店に入った時もお客様あの失礼なんですけれどもクリーニングのタグがついておりますって言ってすいませんデザインなんですってこのやり取りも100回ぐらいしましたよ。そう浸透してほしいな。でもう一つ実はここにもいました。さっき見たらほらこれも一見すると外さなきゃいけないものいかにも取ってくださいみたいなあるでしょ。これもおしゃれなんですよ。これ残したままにしとくのがおしゃれって店員さんに言われたからそれを信じてつけてるんですけど、だから皆さんそっとしといて何も言わないでおしゃれだからすっごく個性的なのにお尻のライン綺麗じゃないですか。私ウェーブ体型なのでもっとダボダボしたパンツを履きたくなるんですけど、これぐらいのストレートのジーンズでもここがうまいことお尻隠してくれるので実際よりも足が綺麗に見える不思議なジーンズです。すっごく私好きなんですけど男性受けめちゃめちゃ悪いです。そううちの夫はこのジーンズがあんまり好きじゃなくてなのでデートでは履きません。だけど女子受けすごくいいので通勤にすごく使ってます。通勤なのでやっぱりバッグはリュックですね。うん、こんな感じで私本当に10分の1ぐらいこのコーディネートしてんじゃないかなっていうぐらい履いてます。あ、靴下こだわってます。見ます見ます。じゃーん、お金かかってますここにパンツ履いてると見えないじゃんって思われるんですけど足組む時にこうパンツの裾が上がって見えるんですよね。なのであ、この人実はここにも気使ってるんだって周りの人にこそっと思われるぐらいのセンスを狙ってます。でも靴下いいの使うと結構ねあの身が引き締まるというかちゃんとしてるぞ私って結構ねあの自分自身を高められるのでおすすめです。で、まあ、スニーカーももうちょっと私ごついタイプのも履くんですけどこれはジーンズがとっても存在感があるのでスニーカーは割とフラットなシンプルめなスニーカーを合わせました。で T シャツなんですけどこれメンズなんですよ。メンズの T シャツでちょっとサイズ感大きいんですよね。だけどダボダボすぎなくて、まあ、私ピチピチのトップスもあんまり得意じゃなくてでもあのボトムスは多少その骨格ウェーブなのでふわっとさせたい分ダボダボも着られないっていう時にメンズのこのちょうどいい体のラインを拾わないんだけどなんかピチピチすぎなくてダボダボすぎないっていうちょうどいいのがメンズにあったのでこれメンズの T シャツです。はい、めちゃめちゃ気に入ってます。前はすごくシンプルなんですけど後ろ結構じゃーんって感じでじゃーんって感じではい気に入ってます。ベルトを黒で締めてます。あの白でこっちも白とベージュスニーカーも白なので黒でこれはあの全然関係ないところにあのベルトを自分でつけました。まあ、ロゴもこことここが黒なのでちょうどこうバランスよくていいかなと。ここが締めてなんかバランスいいスタイルになるかなと思って選んでます。続いては夫の実家に帰省コーデです。見ての通りかもなく不可もなくこれが一番やっぱりあの夫の実家ってなるとおしゃれすぎても何しに来たのって思われちゃうかもしれないし、まあ、カジュアルすぎても
なんかあの実家周りにご挨拶行くときに恥ずかしいかもしれないので、ちょうどいい綺麗めな、でも力入れすぎず抜きすぎずコーディネートです。革のカバンとかだとお手伝いとかしづらいじゃないですか。だからこういうあの何でも入るちょうどいいサイズのバッグにします。肩からもかけられるので。で、夫の実家が新潟なので新幹線に乗っていくんですね。あのだからお茶とかいろんなものポンポン入れられるし、寒かったらストールも入るし、お母様に何かいただいたらさってここに入れられるし、ちょうどいいバッグで、この服全然シワにならないんですよ。だから新幹線に長時間座ってても、その後実家にご挨拶するときシワシワにならなくていいし、でこれパッと見た感じじゃわからないと思うんですけど、実は撥水加工で汚れつきにくいんですよ。普通の生地に見えますけど、すっごく便利なんですよ。だから長年使ってても全然シミとかなくて大助かりです。でポイントは靴、ただのサンダルだと思うんですけど、実家に行った時何が大事かって、玄関でもたつかないこと。玄関で、ね、お邪魔しますって靴ひもこうやってやったりとか、ロングブーツピーみたいなやってる、こうもたもたしてる時間ってちょっとね、変なこう空気になるんですよ。だからもうお邪魔いたします、パパ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 ってすぐ入れる、すぐ脱げてすぐ履ける靴、これ重要でも可愛さもちゃんとあるんですよ。靴のね、ここにパールがこうバーって入ってて、女性らしさもちゃんとある。だけどシックな黒がベースになってて、玄関ですぐ脱げる、これ大事。だから皆さんも、あのもし彼氏のお母さんとかに会う機会があったら、おしゃれすぎずダサすぎずちょうどいい清潔感これぜひ参考にしてください。アクセサリーはまあ普段つけてるこのシンプルなネックレスと、あとこのクラシカルなパールのイヤリングなんですけど、今ごめんなさい指輪してるんですけど、これ取ります実家行くときしていきません、取り忘れましたやっぱりお手伝いするときにパーって手洗ってお料理とか手伝わなきゃいけないから、何しに来たのって思われるじゃないですか。だから指輪とかはしていかない方がいいです。取ります、これで完成ですはい、シンプル is best。 最後までご覧いただきありがとうございました。これからもフジアナチャンネルではいろんな動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。